はい、紐を使わない着物の着付けの方法をやります。でこの後輪は掃除目という端っこにクリップがついていて、ゴンがついているもの、これを長襦袢に1つ、そして着物に同じ和装締めを1つ、そしてウエストベルトを1つと伊達締め、この4つで着物を着ていきたいと思います。ではまず長襦袢から着ていきます。長襦袢は襟先を合わせて、まず背中心を合わします。次に襟紋を拳1個分ぐらいまで抜いていきましょう。両手で襟を持ったら、胸の上ですね、この襟の山の部分がバストトップを通るように襟を合わせていきます。そしたら左手でしっかり押さえておいて、この後輪和装締めクリップでまず1個止めます。これがちょうどバストのアンダーバストのところあたりで止めてください。反対側、宮津口から中に入れて、反対側のバストの下のところの襟先もクリップで止めます。クリップで止まったら後ろに回してクロスしたら前に持ってきて、ここでゴムをパチンと止めてください。この時このゴムがクリップの上、このクリップの上を通るように止めます。背中のシワを取っていきます。斜め下の方に引いて背中のシワを取ったら、次は胸元ですね、まっすぐ下に引いて、胸元のシワを取ります。次に着物を着ていきます。着物はこのホックがついているものはホックで留める、糸のものとかもありますので、糸のものは糸を結んでください。肩幅強ぐらいに開いたら後ろに回して背中にかけていきます。この時なるべく体に沿わすように襟は上げていきましょう。肩まで上がったら袂を持ってお袖を通して手を通します。反対側も同じく長襦袢の袂を持って手を通していきます。そしたらまた、背中心を持って前も掛け襟と掛け襟を合わせて背中心を合わせます。そしたら、長襦袢を5ミリほど控えるところでクリップで留めておきましょう。で、裾線を決めていきます。襟先から15センチぐらいのところを持って、まずは体に沿わせて上に上げてください。ここから裾線は床ギリギリのところまで下ろしていきます。床ギリギリのところ、ちょうど光が見えなくなるところまで下ろしたら、まずは左手に持っている上前の位置を決めます。上前は右足のももがちょうど隠れるぐらいのところ、この辺と出過ぎですね、ちょうど隠れるぐらいのところに持っていって、残った着物は右手の下前の方にしっかり引いておきましょう。そしたら、腰に着物のテンションがかかったまま左手を開けて右手の下前を前に持ってきます。襟先を端まで来たら15センチぐらい上げてください。この時着物がたくさん余っている人は、こちら体側に、体の中心の方に折り返しておいてください。そして左手の上前を閉じていきます。で左手でしっかり押さえて腰紐を取ります。腰紐をちょうどおへその下あたりですね、ここに回していきます。その後ろでバッテンをしてクロスをして前に持ってきます。これもパチンと金具を留めておきましょう。次におはしょりを出していきます。背中、こうやっていっぱい噛んでしまってたら
上に引っ張って綺麗に出してあげてください。で、目安口から両手を入れて後ろのお箸折りを決めます。次に前に来たら、まず前の襟と襟を持って一旦グッと合わせてください。そこから、また目安口から手を入れて前のお箸折りを2枚合わせて揃えていきます。次に襟を折るんですけども、耳の下あたりから、この掛け襟のところが2センチぐらい折れるようにして半分に折って、こちら布目を通します。反対側も掛け襟のところを2センチぐらい折って、耳の下から半襟が出るように整えていきます。次にお箸折り、ここ二重になっているのをゴロゴロするので一重にしていきます。そしたらまずアンダーバストから拳1個分下のところの内側にこのポリマス掃除にはクリップを留めます。拳1個分ぐらい下のところ、反対側も同じくアンダーバストから拳1個分ぐらい下のところにポリマス掃除にはクリップで留めます。お箸折りの一重上げをしていきます。ここ今二重になっていてゴロゴロするので中を上げるんですけども、このポリン和装締めのクリップを留めたところを持って、そこを中心に中を上に三角形に引き上げてください。そしたらここが一重になってています。和装締めを留めていきます。後ろでクロスして前に持ってきたら、また金具でパチンと留めてください。この時もポリ和装締めはクリップの上を通るようにしましょう。次に背中のシワ、着物も背中のシワを取ります。和装締めより下の着物を斜め方向に引っ張って体の脇の方に寄せましょう。前もですね、同じく胸のシワも取りましょう。下の方向、そして脇の方向に締めてシワを寄せていきます。この時にお箸折りが長い人は、上に上げて長さを調整するといいと思います。で、縦締めをしていきます。縦締めは体の上から、ちょっとシワを取るように押さえて、こちらも後ろで交差して前に持ってきて、一回からげて左右に振り分けて、中に入れておきます。これで紐を使わない着物が切れました。紐がないのでどれもゴムで伸縮性があるので、苦しくなく着ていただけるかと思います。